子供の頃の憧れの選手は？子供の頃はロナージーニョ選手が好きでした。すごい。理由は？やっぱり見てて楽しい選手ですし、まあ、その彼自身もすごく楽しんでプレーしてるっていうのが伝わってきてたので、すごい好きでしたし、まあ、そういうプレイヤーになりたいなって思ってました。いきます。めちゃくちゃ、うん、Weリーグですごいと思うディフェンスは？自分でも今までプレーしてきた中で浦和レッズの石川リオンが一番嫌な選手です。どういうところが？まあ、スピードもあってフィジカルも強くて、マッチアップしてるとなんか常に声を出してる選手なので、まあ、正直うるさいなって思いつつ、まあ、そういうところも、まあ、すごいなって思いますし、でも本当に絶対に負けたくない相手っていうか選手なんで、だからこそ一番嫌です。え、同い年やんな？同い年です。同い年やからこそ負けたくないっていう。そうです。でもいずれその2人が日本代表の核になると思うからさ、ねえ、うん、間違い、楽しみ。日本の未来が楽しみだ。うん、日本の未来は明るいよ。マジでそれ。頑張ります。頑張って。次いきます。Weリーグに今後期待することは？2011年のワールドカップから、まあ、注目度もサッカーをやる女の子たちも、まあ、より増えてきて、やっぱりみんなが目指したいって思える場所であり、まあ、目指すべき場所だと思うんで、まあ、そういうサッカーとしてのレベルは維持だったりとか向上しつつも、いろんな人に、まあ、夢とか希望を与えられる場所になっていけたらいいなと思います。めちゃくちゃしっかりしてる。19歳でそんな言葉言えないよ。すごい。ありがとう。これでサッカーモードは終わりです。来るよ青葉ちゃん。じゃあこれからはリラックスしてプライベートモードやから、はい、オリジナルのテイストチェンジお願いします。オリジナルのテイストチェンジ。すげえ嫌そう。青よ。オリジナルいける？いや、お願いします。いいよ、行くで。考えました。テイストチェンジ。マジかよみたいな。じゃあ、いきます。テイストチェンジ。可愛さが全然違う。なんだよね。たまんない。おかしいな。うわ、青葉ありがとうね。うん、ありがとう。ピチピチやから。うん、間違いない。アスも可愛いよ。でも青葉ちゃんの会社には負ける。戦うとこちゃうで。はい、行きましょう。行きます。自分を動物に例えるなら何？犬ですかね。犬？なんで？結構かまってちゃんなところがあるので犬かなって。そうなんや、かまってちゃんなんや。多分知らんかった。誰にかまってってなんの？仲いい先輩とか多分かまってってやってると思います。え、ちなみに仲いい先輩誰？ベリーザーだと北村奈々美さんとか。空気感仲良し。確かに空気感似てる。似てますか？なんか二人とものほほんとしてるイメージがある。のほほんと似てるのかな。次いきます。生まれ変わるなら何になりたい？生まれ変わるなら猫になりたいです。なんで？なんか自由な感じがするんで、なんか気分屋でも結構許されそうなところがいいと思います。え、青葉ちゃんも気分屋になればいいやん、自由に。簡単じゃないよね。やってみます。謙虚。やっぱり謙虚。ありがとう。次いきます。愛とお金どっち派？でも亡くなったら悲しいのは愛なので、多分愛の方が大事なんだと思います。亡くなったら悲しいってどういうこと？失ったらってこと？でも愛もお金もいずれ尽きるものじゃないですか。尽
聞いた時に悲しいのが、まあ、お金は自分が頑張ればなんとかなると思うんで、愛は頑張ってもどうしようもないと思います。なんか19歳だよね本当に。深すぎるわ。いやそれだ、人生何周目本当。マジそれ悟りすぎやろ。いやそれだ、すごい。次いきます。この選手マジでいい人なんです。誰、他のチームの人でもいいし、もちろん自分のチームの人でもいいし、もう誰でも OK、 サッカー界で。ななみさん、北村ななみさんは本当にいい人だと思います。どういうとこが、なんか強化指定でベレーザー行くこと決まった時に、本当になんか憧れの場所ではあったけど、みんななんかちょっと怖いなって思うところもあって、その右も左もわからない時に声をかけて気にかけてくれたのがななみさんだったので、すごくいい人だなって思ってます。それは嬉しいな。今でも仲いいってことでしょ、もう常に構ってほしいぐらいだもんね。なんていうの、構ってって言わないじゃん、ななみさんななみさん呼ぶの、とりあえず。いや隣に行きます。かわいい。ありがとう。次行きます。この国おすすめどこ、え、日本じゃなくて海外で。日本でもいいやんな。うん、日本でもいいし、おすすめのところ。日本好きです。日本が好き、理由は？ご飯も美味しいし、みんな優しいんで日本が好きです。じゃあ行ってみたい国は？フランスに行ってみたいです。なんで？エッフェル塔が見てみたいので。エッフェル塔見たいんや。はい、いずれ遠征もあるし、なんといってもパリですから、オリンピックが行けるように頑張ります。その時にね、うん、はい、すごい、いい。次いきます。部屋にある一番お気に入りのものは？後ろ姿も愛おしい。2個あります。いいね。1番はこれ。はい、わかったわかった、誰かわかった、誰かわかった。はい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 、もうどうぞ。それは北村ななみちゃんのサイン入りボールですね。もうやばいじゃん。ななみちゃん大好き。お気に入りのものの2つの人これだよ、すごいよ。理由は？やっぱななみさんからもらったボールなんで大事。これなんでもらったの？これはサインボールをみんなに向かって投げるときに、ななみさんのボールが1個余ってたみたいで、欲しかったんでもらいました。かわいい。ななみちゃん聞いてる？ちなみにこれ飾ってるんだよね。飾ってます。飾ってくれたら嬉しいよな絶対。うん、ほなもう一個お願いします。は高校時代の、高校の同期が卒業の時に作ってくれた部活のなんかアルバムみたいなやつがお気に入りです。すごい、高校の友達ってもう一生の友達やんな。うちら高校の友達。そう、こちら。あ、そうなんですか。高校の先輩と後輩。一生もんですね。一生もんやんな。十文字だよね。そうです。どうだった？十文字の高校生活どうだった？大変でした。何？なんかみんな怖かったんで、上位関係が厳しかったので、うんうん、特に1年生の時は、すごい荷物の準備とか、片付けに追われてたなっていう印象で、高3の時はキャプテンをやらせてもらってたので、みんなに助けてもらいながら頑張ってたなって思います。でもその経験がね、いずれね人生でね糧になるから。素晴らしい。じゃあ、うん、ラストの質問いきます。10年後何してる？10年後、29歳、バロンドール取りたいので、取ってられたらいいなって思います。エースチャンネルしっかりと、もう動画に残します。これ
お願いします。19歳の時に言ってた言葉ってすごい、バロンドールかっこいい、マジでかっこいい。サーさんが取ったあのバロンドールやりたいです。かっこいいわ、それを口にできるのがまずかっこいい。そうだし、本当にできると思っちゃう、本当に。あおばちゃんなら頑張ります。あおばちゃん、バロンドール取ったらエースチャンネル出演してくれるかな。いいと思う。お願いします。約束ね。はい、お願いします。ありがとう。やった。もうそしたらこれはラストのラスト、 A チャンネルご視聴の皆さんに一言お願いします。 A チャンネルご視聴の皆さん、藤野青葉です。まあ、こうやって選手一人一人の、まあ、プライベートからサッカーまでを出してくれるのは自分も見ててすごく楽しいし、その選手知ってちょっとサッカーも見てみたいなって思って、まあ、スタジアムまで来てもらえたら、まあ、もっと嬉しいので、まあ、今後ともエースチャンネルの応援と、まあ、ぜひあの女子サッカーも見に来てもらえたら嬉しいなって思うのでお願いします。ありがとう。ありがとうございます。いよいよね、もう多分出てる、ま、出た後だけど開幕戦が来週に、今週末か、今週末になってると思うんで、ぜひ今シーズンの活躍、ちなみに今シーズンの個人目標を教えてもらってもいいですか。リーグの個人目標、まあ去年のチームよりもさらに結果が求められる、まあ、立場というか場所だと思うので、一試合一試合の積み重ねですけど、まあ得点はずっと逃げずに狙い続けたいなと思っているので、まあ少しでも得点を量産してチームの勝利に貢献できるように頑張りたいなと思います。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。頑張って。頑張ります。応援してます。応援してます。あともう一個いいですか。もう一個どうぞ。エースチャンネル前出たじゃん、なんか青葉ちゃんの意味に反響とかあった、はい、でもみんな見たよって連絡くれたりとかしてくれたので嬉しかったのと、高校の友達からボリジローって呼ばれました。最高。ボリジロー呼ばれちゃったか、もうボリジローになっちゃった、うん、言えました。もうもしかしたらこれ今回でサポーターももしかしたらボリジローって呼ぶかもしれないけど、どうする、パッとしてる、嬉しい。よかった。じゃあ今後は藤野青葉選手はボリジローということで。やだろ。皆さんお見知りおきを言った方がいいよ青葉ちゃん。ちょっとそれは嫌かも。嫌やった、それは。いやでも覚えやすかったら何でもいいです。じゃあボリジローもということで、ボリジローもあり。はい、アオバちゃん、ほんま今日は長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。え、アオバちゃんさ、怪我は大丈夫？あ、大丈夫です。よかった。ほんま、ほな開幕戦頑張って、うん、頑張ります。ほな長い時間ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。やばい。最高。青葉ちゃんマジ最高。最後冷た。それな、最後だけ冷た。もう癖になるわ、やば。マジおもろすぎ。ありがとう青葉ちゃん。最高。